知ってる？これ見て、ほら。あ、これマッサージするやつ。これどこが痛いとかわかんない？どこが？これでどこが痛めてるからどこが痛いとか。あ、待ってんのかもしれない。甲状腺のとこ痛いもん、ちょっと。あとかかと痛いね。かかとなんすか？かかと抗がん乱走。まあでもやめちゃうと駆使してるからね、私ね。ねえ、みんなここゴールできるよ。ここよーい、たと。え、子供って痛くないのかな？大丈夫？平気？すごい。ここでいけんな、私もいけるわよ、そりゃ。できた！ママ。すごいね。すごい。あ、痛い。なんか足つぼのすごいおじさんいるじゃん。演技と思ってましたもん。いや、あれ演技しないの？じゃないでしょ、だからやっぱ痛いのかな。さすがにさ、このさ、ここまでのとんがったやつ乗ったらそれ痛いわさってなるじゃん。だけどキューって押しただけであんな痛いんかな。行ってみたいね。だってそれを押したことで健康になるわけでしょ。わからん。できたねえ、よし、ご飯でも作るわ、ほしたら。いや、痛そうだけど、ここ。ここもだって結構ヨロヨロしてるもんね。さあ、今日はみんな大好き餃子よ。今日は餃子よ。餃子も来るんだよ。そうなんだよ。今日は週末だからね。リアリタも遊びに来るんだよ。これは何でしょうか？お野菜。ニラです。ニラの、ね、ニラをね、たっぷり入れてやっていこうと思います。今日はさ、ね、小雪ちゃん暇なんでしょ。いつもさ、ゆずちゃんと2人でペアだもんね。今日はゆずちゃんがさ、ロケに行ってるから。それ面白いですね。あんまり聞いたことない。今日ゆずちゃんロケなの？ゆずちゃん外ロケですか？今日ゆずちゃん外ロケなの。そうなの。あ、そうだ、結構やっぱさ、皆さん新しいスタッフさん入ったんですねって皆さんお気づきだよね。すごいね。5人しかいないよ。ん？ 5 人しかいないよ、ゼント。いや、ゼント。お姉ちゃんの名前しっかり言ってあげて、ゼントって。え、みんなゼント、マハロ、コッコ、妖精さん、ほら、お見て、5人。これは何でしたか？かぼちゃ。え？どこが？今日はもうたっぷりのニラを使って、今ニラちょっと高いんだよね、だから奮発しちゃったよ。これは何でしょうかって言って。これ何でしょうか？ニラ。正解。じゃあニラは英語で何て言うでしょうか？ニゼ。じゃあ、これ卵は英語で何でしょうか？卵。じゃあタオルはって言って。ん？タオルは？タオルは？タオル。そうやって言ったらいいってもんじゃないよ。バナナ。バナナ。バナナは？バナナ。正解、正解、正解。リンゴ？マスカラ。汗かいたわ。面白い。なんかちょっとニラ、お、やっぱ多すぎちゃったかもしんない。大半ニラ。これ大葉って言うんだけど、別名なんて言うでしょうか？楽しくない。楽しくないの？やっぱりずっと一緒にいるからね、みんなと。大家族は一人っ子ね。でも久しぶりっていうか、もうほぼ初めての一人っ子体験してるよ今。ママを独り占めしてさ、もう今は小雪だけのママだけど。ココがママってこと？違う違う違う、いつもはさ、みんなのママでしょ、ママって。うん。
だけど今はさみんないないからさ小雪だけのままだよ。イエーイ。そうでしょ。そうやって考えたらさ嬉しいじゃん。うん、そうなんだ。そういうこと。なんか冷めてるね。うん、すごく。え、嬉しくない？小雪だけのママ。大して嬉しくなさそうだね。どうするの？大きくなってあんた一人暮らしとかするようになるのかな？なるよ。本当？なれる？ね、大学生とかになったりとしたらさ、ね、どうするの？大学生になってあんた一人で暮らしたらできるの？なるよ。できる？できる。まあ一生懸命もう小雪先生のために学資保険かけてるからちゃんと大学行くんだよ。わかったよ。あれ面白いの？ありがとう。助かりますよ。これね、手挟まったら大変なことだから絶対触らないでね。うん、わかったよ。払い物スタート。払い物じゃん。うちは結構さ、これで食べてみて。おいしい。おいしい。おいしい。でしょ。これなんだ。ブロッコリー。違います。白菜の漬物です。ブロッコリー。白菜。うん、白菜の漬物を。私は白菜の漬物で餃子を作るんですけど。ママ、ここはやってもいい？ちょっと待って、一回ちょっと待って。この白菜の漬物を買うとちょっと割高になるので自分で漬けました。浅漬けの素でね。切ってから漬けたんですか？切ってから漬けました。楽じゃない？楽でしょ。早く浸かるしね。で、これをも入れます。ねえ、みんなもう一回やって。ここん、もうボールの7割来ちゃった。はい、もうボールの7割来てます。これ確実に皮が足りませんね。80枚？ママ、いつもこれじゃない。うちいつも150はやりますね。ちょっとノエルさんに買ってきてもらおうかな、餃子の皮。出るかな？出るかな、どうかな。はい、もしもし、ノエルさん。はい。あのさ、餃子の皮をさ、ちょっと足りないかもしれなくて。うん。買ってこれたりする？いいよ。すまないね。今ね、80枚あるんだけど、できればあと 100g 欲しいかな。 OK。 ありがとう。あの、ノエル、バイバイ。もしあればモランボンの持ちこ入りってやつが好きだけど、なければもう何でもいい。 OK。 よろしくね。何？はーい。あのさ、いやね、今ね、うん、ピザが来るんだけど。うんうん。みんなのうち泊まっていい？あ、いいよ。かわいいね。いいよ。待ってね。待ってるよ。バイバイ。バイバイ。かわいい。なんかキュンキュン来た。あの、泊まっていいってかわいくなって。ママ、コッコって言われたわ。ね、嬉しいでしょ。いつもさ、私さ、この餃子の種、はい、こんなん見っけたっけ。私の愛するモランモンさんから。これはもうちょっとやるしかないよね。ただもうすでに後ろに書いてある作り方は無視しちゃってるわ。まずはひき肉に本皮をよく振ってから加え、粘りが出るまでよく混ぜ合わせますので。ポイントはね、野菜を入れる前にひき肉に味をつけると水っぽくならないらしいよ。うん、知らない。まあいいか。どういうやつだ？あ、なんか見て、こういうなんかあのタレみたいになってるんだ。
これは餃子の皮1袋分で1袋だって。ってことはもう今4袋以上だから、でももともと浅漬けやってるからそんなに別に多くなってもいいと思うけど。ママリアリタも食べるの？結構うちの餃子は、え、みんなリアリタも食べるの？そうだよ。うちの餃子は餃子自体にしっかり味を入れておいて、酢と胡椒で食べるシステムだから楽しみ。モランボンさんが好きなんですか？私モランボンマニアだと思ったんだけど、このモランボンのもちこ入りってやつ、このもちこ入りってやつがいっちゃう好きなの。いっちゃん。いっちゃう好きなの。私ってそんなにこだわりあんまりないもんじゃん、うん、物事に。だけど餃子の皮はこれって決まった。へえ。いい匂いする。なんかちょっとなんか味噌だねみたいな。みんなできましたよ。素晴らしいわよ。ありがとう。あとはしまうだけだから、これは重たいからここにやっとくね。はい、ありがとう。これもやなくちゃ。助かるな。味噌、うん、味噌だれっぽい香りがするわ。私あれ味噌だれも好きなのよね。よくお店によってはさ、味噌で食べるところもあるじゃん。いや、行ったことないな。あ、嘘。味噌っぽいの食べるとこもあるのよ。上にもやしがドーンと乗ってたりとかもあるしさ。これをさ、ここにタレタレって焼きとくと、へっつくのよ、うん、あとちょっとなんか羽とかもさ、これでできたりするじゃない。で、これは非常に便利です。小麦粉のこれは顆粒タイプ。顆粒タイプって言うんですかそれ。なんか書いてあるの、ほら。本当だ。ママこれさ、どこか知らないから置いとくね。あ、はい、ありがとう。これは知ってるから大丈夫。ありがとう。やっぱもう5歳は違うわ。もうすぐ5歳だもんね。もうココはさ、5歳になったらさ、ココそこで裏返したら一緒だよ。ココ5歳になったらさ、どうしたいんだっけ？何したいんだっけ？ディズニーランド。ディズニーランド行きたいんだっけ？うん。今日ご飯なんですか、お母さん。ご飯はお姉ちゃんが作ってる。はあ。なんですか今日。お姉ちゃんに聞いてみなさい。餃子です。あ、来てます。はい。お母さんあとどこ掃除するの？あとは床と、うん、テレビと、うん、もう一個の、うん、机。じゃあお母さん、何？今日はみんな来るのかな？今日は、うん、赤ちゃんが来るからね、もうすぐ。そうなの？お姉ちゃん、うるさいかもしれないけど、ごめんね。はい。黒みちゃんもいるよ。黒みちゃん。もちゃん。
見たくない。これ見て。これ機械なかった。オッケーオッケー。これと、これと、これはここが持ってないって言った。ランボーはムランボンだ。3個引かなかった。ありがとうありがとう。5秒であの足です。ハンガチョボール、これ買って。ダンスをするかな。ミカ、これ乗ってみて。ここも美味しい。痛いよこれ。知ってるの？やってみて。痛い。いや、ここの方がやばい。ゴールまで多分ノールの方がね、あんまり痛くない気がする。絶対いいや、ゴール。ノール全然進まれてる。ね、今度さ、足つぼ痛いんじゃないかなにこの映像。いや、おえっていうやつじゃないよそれ。ふーってやってみ。何個できそうですか。240×40 で180。やば。あったけよ。本当に辛い。レッドマーシャル作ってくる。結構名前言えるよ。辛い？辛い？あ、やっぱ辛い。賢いと横着の間でしたよね。マジ？うん。カリっていく感じですか、いつも。いつもカリカリって。なんかすごいイメージじゃない。ピンクか、グリーンか、ブルーだったかな。なんかその3つしか今在庫がないって言われて、その3択だったらピンクにしたね。そう確かに。ノエルっぽくないって言ったらそうだ。ノエルっぽくない。全然ノエルっぽくない。ちょっと後悔したよね。私ほんとバービーのピンクだったらいいよ。あの初期ピンみたいな、この感じとかこういう感じ。好きだけど。ガーリーピンクは。イエローだな。イエロー、グリーン、ピンクかイエロー、ブルー、ピンクが在庫があるって言われて。ピンクにした。ルーマ。なんか見てほら、いい感じに羽もできて。オレンジ。さっきと一緒か。じゃあ誰がご挨拶してくれるかな。ケイ、はい、ちゃんです。ここは。ポリタくんもやって。はい、じゃあみんなで行きましょう。せーの。餃子いっぱい作ったからね。いただきます。
じゃあ人参入れようか。今日ね、シソいっぱい入れてるからこの梅肉、うんうん、やっても美味しいと思うよ、うん、間違えたわ、なんでここに置いて出したんだ、私はここに出したかったのに。ご飯食べたくないんだけど、水食べな、ね、梅肉だけで最高のうまい、うんうん、やってから食べる。いいや、後でやってあげる。どうしたよ、ご飯食べな、まず。どうですか、美味しいでた、どうさ、どれ食べな、ピアちゃんと大葉いっぱいだからチーズもいけるかなと思う、ね、次チーズのっけます。美味しいでた。あ、レースない、ほら貢献して、余計終わりの余計終わりの何だよ、ただいまー、ただいまって今言ってんじゃん、うん、おかえり、おかえり、え、ゆいちゃんは寒い、寒い、寒いよ、ゆいちゃん、ね、ゆいちゃんどこ寝てたの、おかえり、寝てた、楽しかった、もう寝返りが寒かったのか、楽しかった、うーん、おかえりゆでちゃんがいないと寂しかったよ、いや、もういや、このまま、さっき泣きそうだった、泣きそうだった、うん、みんなご飯入れる、頑張ろう、入れる、食べれるところは食べて、ここのご飯ね、で食べたいね、うんうんうん、私はもうね、餃子の時はね、米も食べる、あ、リアちゃん米をここに入れた方がいいよ、入れたら美味しいよ、じゃあここに入れる、絶対やってるだけ、ありがとうね、みんなじゃなし。